ちは。今日は辻田にあるラーメン屋さんに行ってみたいと思います。はい、と着きましたよ。威風堂々さん。はい、それではラーメンを食うさ。アイドガン。さあ、今日は何食うべかな。ここはいろんな創作メニューもやってるっていうもんね。基本は鶏で出汁を取ったスープさん、いろいろアレンジしてね、創作メニューも多数ございます。ちなみに今日は母ちゃんも付き合ってくれました。まあいろいろメニュー見てでもね、俺は結局いつも味噌ラーメン頼むんだな。母ちゃんは塩系頼むっけな。濃厚ポタージュ鶏白湯麺だと。はあ、なんだこれ。ボンゴレロッソもある。ラーメンで、おお、まだこういうチャーハンとかは、よし、これはやっぱり味噌ラーメンだ。母ちゃんは柚子塩ラーメン。はいよ。はい、と来ましたよ。これの味噌ラーメンと母ちゃんの柚子塩ラーメン。あとら、早速いただいてみましょう。今日は味噌ラーメンは味噌ラーメンでもちょっと奮発して、味噌野菜チャーシュー麺頼んでみましたよ。チャーシューな火風味ヨード。どれどれ。あっち。ほにほに。どうでや、いつものようには猫舌忘れてね。これだけはだね。いいが、暑いからな、ちゃんとフーフーせよ。それではいただきまーす。ちょっと味噌好きのオラにしてはちょっと味噌感が足んねえかな。どもども、まあうめうめ。麺は太麺と細麺から選べますのも、やっぱり俺は味噌はね、この太麺のストレートズのが好きでね。やっぱり太麺の方がこうもちもちして食い応えがあんがね。どれどれ、チャチュチャン。豚バラのね、定番のこうね、ぐるっと巻いて煮込んだやつだね。とろける。どれどれ、母ちゃん、その柚子塩ラーメンズの一口かせてみとか。ペッコバリ、ペッコバリ交換だ。すいませんね。母ちゃんもこれ、味噌なんぼか食ってきとか。どれどれ。結構ね、柑橘系の酸味が効いてますね。まあ、塩でこう、整えてね。母ちゃんも太麺で頼みました。申し訳ね、やっぱり俺は味噌を食うが。お、母ちゃん、俺はのチャーチューちゃんいつまで食ったな。はい、いえいえ、何も喋ってません。いや、あぶねえあぶねえ。まあまあ食いさきて読まれたらまだあずっこが分かんなくなった子だった。隣のエリアも激戦区だものね。ラーメン屋さんもそうだけども、飲食店がロードサイドにねずらーっと並んで、どこも競争が激しくて、今ラーメン屋さんもね流行りがあったりなかったりね、煮干しだの家系だの、あとはやっぱり創作メニューだろうね、いろいろやってますがね。
今あるこの飲食店さんは厳しいこのコロナ禍を乗り切って、あと少しで、ね、ワクチンも出るずがね、出るずがあとベーコだが頑張って乗り切ってですね、まあ、コロナに関しても、まあ、季節的にもふにふにあと一歩が二歩で春が来んが、そうせばは次な車の動画だの、山さ行って芝刈りする動画だの、いろいろ行動範囲も広くなんが、食べ歩きベイリーしてつとね、年も年だためは血糖値だのね、血圧だの、いろいろは気になる年だものね。まあそうは言ってもね、食えるうちに食っとかねえばなったりしてな。今日は俺の好きな味噌ラーメン、盛岡市津志田にある威風堂々さんの味噌ラーメンの紹介でした。どうもどうもごっちゃんでした。うまかったがありがとね。私のカレーはちゃっちゃん左利き、はい、オラが朝岡めぐみの彼氏でした。エヴァネースンズレ。